On the ice, representing Czech Republic, Lenka Kulovana. 13番, Lenka Kulovana-san, Czecho. 170センチの長身です。リレハンメルオリンピック13位黒バラ、レンカのロマンス。左足にサポーターをしての演技です。もう一つトリプルトーループの予定だったんですが、2回転になりました。この選手は非常に滑るのが綺麗な選手なので、その辺を見ていただきたいです。ステップシークエンスからトリプルサルコー。ダイナミックさと優雅さを兼ね備えていました、チェコの黒花。なんとも言えないこの優雅な雰囲気ですね。そうですね、本当に私ずっと一緒に試合一緒に出ていたんですが、いつもこう見るために心が休まるというようなスケーティングをしてもらえるので、はい、これが残念ながら失敗してしまったトリプルトーループからもう一つトリプルトーループのコンビネーションでしたが、ここに1本2本入りましたが、こうなるとやはりコンビネーションとしてはかなり減点ということになってしまうんですね。そうですね、このコンビネーションスピンですけれども、はい、体の柔らかい柔軟性と、そして彼女は非常に柔らかいだけではなくて、ポジションが形が綺麗なので、この見ていたお客さんもなんとなくこの優雅なほんわかとした雰囲気に包まれましたね。現在のところ日本の荒川静香は7位にいます。黒花のこの演技でどのあたりまで来るか。チェコのプラハでいつもは練習しています。The marks for Lenka Kulovana. Required elements. 4-4, 4-7, 4-4. エレメンツ。
やはり最初のコンビネーションの失敗が少し響いています。プレゼンテーション、こちらは 5.3 もいます。すべて5点台。13人が終わって9位、荒川静香は7位です。